闇のゲームの始まりだぜ。ということで、どうも長友愛理です。遊戯王コラボ第2弾が始まりました。こちら魔法石10個でガチャを引けるということで、2年ぶりぐらい、1年半ぶりぐらい、結構久しぶりだなという感じがしますが、ようやく来たね。遊戯持ってないんですよ。あとそうですね、バクラとかも持ってなくて、私もね、なんか結構また遊戯王コラボ来ないかなっていうのをすごい待ち遠しかったんですよ。なのでちょっと楽しみにしてました。課金魔法発動だぜということで、167個用意いたしました。16回引けます。でメールと確定買ったんで18回引けますね。それでは俺とデュエルしようぜ。やめのゲームの始まりだぜ。うわー、かっこいい。これはブルーアイズホワイトドラゴン。はい、金だぜ。これはもう持ってるぜ。ホーリーエルフだぜ。 HP80% 以上で覚醒が3つもついてるぜ。そして消せないドロップとかを全部回復してくれるから回復タイプだぜ。いや、ちょっとなんか遊戯王めっちゃ面白いですよね。アニメ見たんですけど、すごいハマった。お、虹が出たぜ。俺のターン。お、これはブラックマジシャンじゃないか。あの有名な敵の行動を3ターン遅らせるドロップのロック解除、お邪魔毒爆弾ドロップを闇ドロップに変化してくれるぜ。どうですか、ちょっとあの気分悪くしてないですか、大丈夫ですか。はい、じゃあちょっと引いていきます。やっぱね、ガチャは楽しんでいかないと。俺のターン、虹だぜ。はあ、これは顎が特徴的な城之内くんだぜ。L 字覚醒が4つついていて最高だぜ。闇ミルに合うんじゃないか。はい、スキブがプラスが2つありますが、進化見れんかった。はい、それでは引いていきます。いや、ちょっと遊戯とかさ欲しいんだけどな。あとペガサスとエクゾディアこれはクリボーだぜ。76番目になるぜ。貴族性の HP と回復力が 1.5 倍、4コンボ以上で攻撃力が上昇最大10倍だぜ。そんな目で俺を見るな。はい、12回、楽しいな。お、虹だぜ。まだ俺は終わってないぜ、ブラックマジシャン。毒耐性だってついてるんだぜ。あと11回ゴッドフェスも来るからね。虹だぜ、俺のターン。わあ、初めてゲットだぜ。デーモンの召喚、神キラーが3つもついてるぜ。悪魔タイプに攻撃、一ターンの間チーム内の悪魔攻撃体力タイプ1つにつき攻撃力と回復が上昇、光ドロップを闇ドロップに変化するぜ。ちょっとうざくね、もうさすがに。操作時間6秒、悪魔タイプの攻撃力が16倍、闇の2コンボ以上でダメージを 60% 軽減、4コンボ加算。ただ6秒だぜ。6秒ってなかなか最近しないからきついけど、でもこれは神キラー3つもついてるからかなり優秀なのではないですか。はい、まあカードってよりもまあデーモンだな。かっこいいぜ、闇の魔力が際立ってるぜ。頼む、俺のブルーアイズホワイトドラ。こんなことやってるからダメなのかな。
まだ俺のバトルフェーズは終わってないぜ。キン！おっと、これはこれはガイア！ガイア！悪魔キラーが4つもついてるぜ。だけどそんなに私のパワーリーでは使えるのかな。左端縦2列を木に、右端2列を闇ドロップに変化。いや、かあ、光り輝くカードだぜ。はい、まだまだこれからだぜ。虹、俺のターン。歯が歯がいやー、インセクターハガーのインセクター女王なんだと。え、これインセクターハガーって今回初キャラだっけ。面白いのよね、これ見たわ。貴属性の HP2.2 倍、6コンボ以上で攻撃力18倍、木を6個以上つなげて消すとダメージ軽減、2コンボ加算だぜ。亀裂強化ですね。で、おお、これはインセクト女王のカード、毒耐性がついてるぜ。スキルターン一旦減少。あー、なんかでもこの一旦減少っていうの欲しい時あったからいいかもね。うん、毒耐性ついてるぜ。はい、あと7回だぜ。頼むぜ遊戯。あれ、ホーリーエルフまた来てくれたぜ。あと6回、金だぜー。なんか割とな、割とキャラ少ないから被らなさそうな感じがするんだけど、全然ダメやな。ガンドラ来たぜ。矢印がいっぱいだぜ。HP 覚醒がいっぱいついてる。あとはHP50% 以下強化。うーん、2ターン内でチーム内の、チーム HP 強化の覚醒数に応じて攻撃力が上昇、 HP50% 減少、落ち込んなし、 HP2 倍、闇の2コンボで攻撃力2倍、パズルの残りドロップ数が10個以下で攻撃力上昇最大11倍だぜ。武器にすると、あ、これいいですね。これ使えるでしょ絶対。闇の魔力が引き立ってるぜ。あと残り5回だぜ。はい、俺のターン。にじん、これはこれはきたこれはブルーアイズ、ホワイトドラゴン。え、だよね、青目の白竜、湘岸の石白竜って、え、ブルーアイズホワイトドラゴンじゃないの。そうだよね、そうだよね、これブルーアイズホワイトドラゴンだよね。無効感ついてるよ4つ、そしてスキブついてるよ。一ターンの間にコンボ加算、ダメージ吸収を無効化、左端2列を水に、右端縦2列を光ドロップに変化。いや、これなぁ、海馬くんにアシストさせたいところよね。一ターンなんだ、もうちょいあと 2,3 ターン欲しいぜ。いや、だけどブルーアイズホワイトドラゴンやっぱかっこいいっすね。あと4回だぜ。俺のターン、デーモン、あと3回。まだ俺のバトルフェーズは終わってないぜ。あああと2回。
藤遊戯サイレントバーニング来たぜ、やった、嬉しい。変身するともう仲間がいっぱいいる。はい、悪魔タイプの HP3倍、攻撃力と高回復力2倍、闇度毒ダメージ無効、闇を5個以上つなげて消すと攻撃力12倍、固定600万ダメージ。結構遊戯ネレが流行った時があって、全然なんかどっちも持ってないんですけどってなって、すごい悲しい思いをしたんですが、やっと手に入れたぜ俺のターンやったー、嬉しいね。進化ターンが、ただ変身ターンが20ターン、いいね。いや、ちょっと遊戯をまた見たくなってきたわはい、魔法石、課金魔法の発動のガチャは最後だぜ。ホーリーエルフに守られてるぜ。こちら無料のコラボガチャいきます。ん、頼む ありがとうだぜガイア。ガチャを引きますが、まあ何が欲しいと言われたら、エクゾーディアかペガサス。ペガサスかっこいいからね、ほら上にもいるっしょ。それでは最後のガチャだぜ。はい、これでかぶるなよ。かぶったかぶったが、こちらの結果になりました。まさかの遊戯が2体出てくれるという。ちょっとあれですね、遊戯をなりきりガチャやったら出るんじゃない、わかんないけど、絶対そんなことないと思うけどまあ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 、でもまあ闇のゲームじゃなかったかな、個人的には結構まあいい引きしたかなというふうに思います。はい、では闇のゲームまだまだ続いてまいりますが、引き続き楽しんでいきましょう。遊戯パーティーがやっと作れるから、自分でもちょっといろいろ考えて作ってみたいと思います。では本日も最後までご覧いただきまして、本当に本当にありがとうございました。俺のデュエルはまだ終わらないぜ。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。